えどうも皆さん、こんにちは、こんばんは。本日は、ロシアの警察についてちょっとお話したいんですけども、まあ、iPhone 盗まれて、まあ、その近くの警察署に行ったんですよね。うん。で、iPhone 盗まれた時の、そのセキュリティの対策とか、対応とか、ま,また別に個別でお話したいんですけども、まあ、ロシアの警察についてお話したいんですけども、えっ、ー、とですね、初めに僕らが行ったのは、なんていうか、こう、 現場に出る人っていうかはこう内部で内勤の人にあったんですね。内勤のまあ、割と背の低い人でしたね。背の低い人で細いとした人でしたけども、周まあまあ事情を聞く。 で担当ですよね、まあ、どういうことがあったかっていうのをまあ整理して、た、まあ、多分ドキュメントを作るような人だと思うんですけども、その人に、こういうことがあったよっていうような話を逐一した感じでしたね。で、その人もなんか、携帯電話とか貸してくれたんですよ、奥さんに。僕が奥さんの携帯を持って行ってたんで、家,あの家まで帰ってたんですね、セキュリティロックするために。で、その人がまあ携帯貸してくれたりとかしてて、まあ、僕らはやり取りしてたんですけど、その携帯を使ってね。 そこから僕らは現場に行ったんですよね、その事情聴取をした後に、まああに、要するにどういったことが起こったかっていうような、まあ、軽い取り調べみたいなのをさし受けた後にまに、あ、現場に行ったんですよ。その時に、その人プラスアルファ、えー、若い男性の警官と、えー、女性の警官が2人いましたね、3人、新しく変いました。そこにその男性が来ました。はい、で、えーと、それプラス僕と奥さんですね、あとドライバー。 7名で、えー、と現場に向かいましたね。で、さすがにそんなに乗れなかったんで、初めは、えー、と5人で車に乗っていきましたね。で、あとの2人の人は別で来ましたね。で、えっ、ー、と、それで、僕らが取られた現場の近くまで行って、で、僕が前に移民局、僕らが今行っている、最近動画でアップロードした移民局とは別の移民局に、僕が今、昨年ぐらいにモスクワに来た時に、 行っったた移民局があったんですね、まあ、その時きに何で移民局行ったかっていうと、僕がえっとビザの,の滞在を超過しちゃったんですよ。そののために、ビザを取るために、新しくビザを取るために行った移民局がちょうどあったんですよ、そこに。で、それを覚えていたんですね、僕が。だから、そのを写真を撮ろうとしたのって、僕は覚えたんですよ。だから、どっからどこの間にあのスマートフォンがあって、ここで撮られたっていうようなことを結構割と僕は鮮明に覚えたんですよね。 だから、えっとそれを、その情報をもとに、まあ、じゃあ、えっと、そこに行ってくださいっていう感じで行ったんですよね。はい,っていう感じですね。で、最終的にはだからその、犯人が降りたであろうバス停のとこに行った感じですね。で、そこで、まあ、なんか軽く話聞かれて、まあ、なんか、基本的になんかドキュメントを書いてまして、ね、なんかこう、若い女性のこう研修みたいな感じだったんですよね。で、男性の人が教えてた感じですね。なんか、習字なんかもうラフな感じでしたよね。その人たちは、なんか行きたくねえとか言ってましたね、現場に。めんどくせえとか言ってましたね、行く前は。 で、そういう人たちは、もうちょっとなんかこう、現場の担当者って感じでしたね、本当に。現場感でしたね。で、若い女性1人、2人がいて、で、もう1人の女性は、1人がドキュメントを書いてて、もう1人の女性がカメラとか撮ってましたね。で、軽くメムとかしてましたね。ちなみに使ったカメラはニコンでした。はい。ですね。で、男性の人が基本的に死刑を撮ってた感じですね。 で帰りはもう全員で車に乗って帰ったんですけども、まあ、僕の上に奥さんが乗って、後ろに、えっと、あと僕以外に3人座ったんですよ、だから後ろだけでもまあ合計5人か、5人座ったんですね、で前に2人座ってる感じですね、でなんかもうそこもう警察の人が日本ではこんなに狭い車を警察官は使わないだろうなっていうようなジョークを飛ばしてましたね、だからもうパンパンでしたね、本当に、普通の4人乗りの乗用車に7人乗ってるわけですからね。 だから、現場にお金が下りてないんだなって感じが本当にひしひしとしますね。まあ、前も警察に世話になったんですけど、滞在記録の時も、その時も感じましたね。ただ、全体的に皆さん親切な感じはしましたね。はい、でその後帰って、ボスに報告するそうなんですけども、ちょっと待たされたんですけども、初め、何で待ってるか分からなかったんですよね。 で、えっ、ー、と、聞いてみたら、翻訳者の人が必要だから、翻訳の人を待ってるって言って、僕らはずっと待ってたんですよ。で、これも長かったですね。2、3時間待ったのかなうん。2、3時間ぐらい待ってましたね。夜まで待ってたんですよね。で、まあ、奥さんが翻訳すればいいんですけどね。で、ようやく翻訳者の人が来て、えっ、ー、と、ま、あの、改めてこう事情を説明したって感じでしたね。はい。 ちなみに翻訳の人はキルギス人の方でしたね。中国の近くにある国なんですけども、まあ、ウズベキスタンとか、そこら辺のところら辺の人ですよね。英語も悠長だし、ロシア語も喋れるし、もちろん母国語も喋れるし、非常に優秀ですよね。そう考えたら。はい。で、まあ、そこで、まあ、長々となんかもう分厚いドキュメントを作るんですよ、また書類を。で、もういろんなサイン書かされたりとか、本当なんか思い出して、思い出したらもううんざりするんですけど、 いろいろサインとか書かされたりとか、なんかまあ、ですね。だからもうこんな束の作ってるんですよ。こんな束のね、ドキュメントはね <laughs>。こんな束のドキュメント。すぐそこに iPhone あるんですよ。すぐそこに iPhone あるのに、こんな束のドキュメントを作ってるんですよ。で、聞いてみたら、すごいドキュメントありますよねって聞いてみたら、これよりもさらにまたなんか僕らが帰った時に倍ぐらい作るらしいんですね。ほんとこんな束あったんですよね。こんな束。こんな束のやつを多分これぐらいに作るってことですよね。意味不明ですよね、マジで。 いや、マジで意味不明だと思いましたね、僕は。何やってんだろうって感じしましたけどね。だから、まあ、だから警察が言うには、犯人をまず捕まえなきゃいけないって話だったんですよね。例えばで、そこのデパート行っても、いろんなデパートの,の携帯のショップがあるし、どうせ特定もできないし、彼らには、店を売ってる人たちには権利があるし、僕らは侵害できないって警,警察の人が言ったんですよ。まあ、そこら辺はだから、まあ、言い分はちゃんとしてるし、 ちゃんんんとと市民の権利を守ってるんだなと思うんですよね、まあ、もちろん本当かどうか分かんないですよ。僕は基本的に言ってることは信じないんで、やっぱり、特にロシアは。やっぱファクトが大事なんでね。えー、まあでもそれは確かにロジックは通ってるなとは思うんですよね。うん、ただ、日本の警察だったらね、こんなことなんないと思うんですよね。うん、一応、その、犯人が僕らの SIM カードを使って,て僕はなんかその、どういった機種、まあ Mac、Book、この今、 録画してる MacBook Pro を持ってったんで、警官に。で、テレグラムっていうロシアの SNS を通して犯人が僕らに電話をかけてきたんですよね。奥さんの携帯に電話をかけてきたんですよね。まあ、アンロックしたかったんですよ。普通にアンロックするために電話とかかけてきたんですよ。情報を取るために。で、で僕はそこから IP アドレスとか分かったんですよね。まあ、でもその IP アドレスは SIM カードに紐付いてるかもしれないんで、まあ、もちろん違うかもしれないんですけど。 でもなんか、例えば iPhoneSE で電話してとかも分かったんですよね、それは。で、まあ、IP アドレスとかも手に入ったし、特にああ iPhone の位置も分かったし、で、まあ、そうやっていろいろ情報があるのに、全くなんていうのが動こうとせずに、こう手続きだけに一日費やしたって感じですね。本当なかった、から13時にぐらいに iPhone 盗まれたんですよ。で、そこから僕は一旦マンションに帰ったわけですよね。 で奥さんが行ってて、で僕が多分2時間後ぐらいに警察に行ったのかな、1時間半ぐらいか、2時間、2時間ちょいぐらいですね、多分に行ったんですけど、で、解放されたのが20時ぐ22時ぐらいだったんですよね。だから、永遠だから、ずっと警察にいたわけですよね、ほぼ丸1日。で、それで警察は何してた,何してたかっていうとあの、捜査を開始するための、クソ意味わからないドキュメントを作ってたわけですよね。 笑えますちなみに警察の人たちは私服でしたね私服の人たちでしたねその人たちはで若い人が多かったですねでのもう疲れ果てている感じがしましたね本当に。にんかもう夜遅くまで、えっと、ずっと働いてで帰れないことも多かったみたいですねはいなんかでもや,やけにでもなんか人が少なかった ですね警察の数も少ないしこうなんかこう一般市民の人もたまに見かけたんですけどもめちゃめちゃ少なかったですねそんなに少なくて大丈夫なのかなと思いますねうん。いやーもう本当にまあ日本に生まれた人は、ね、ラッキーですよねマジでと思いますね僕は本当に日本だったらこんなに すぐ見つけてると僕は思うんですけど、ちょっと分かんないですけど、僕なんかあの日本でも財布忘れたことなくしたことあるんですけど、携帯なくして財布なくしたことあるんですけども、1回ぐらいがあるかな、どっちも。どっちもやっぱ戻ってきましたね、東京ですけど、やっぱすごいっすね、日本はね、本当に。はい。ただまあ、みんななんかいい人たちだなって思いましたけどね、普通にね。まあでも、まあ、期待はしてないです、正直言って、初めから期待はしてなかったし、多分なんか動いてないと思いますけどね。 うーん。もう、もう諦めてるんでね。まあ僕の iPhone を使ってね、なんか盗んだ人はね、うまいもんでも食ってくれればね、それでいいです。はい。まあできればなんかね、自分のビジネスにつなげてほしいですよね。なんかすりとかや、そういうんじゃなくて、なんかそこで稼いだお金をなんか次に投資して、なんか成功して、まあ大した金じゃないと思うんですけど、まあ少なくともなんかビジネスとか、なんか自分を発展させることに使ってほしいですね、せめて。なんかまあいつまでそのすりの仕事をするんだろうなと思いますけどね。うん。 ハで、まあ、リスクですよね、めちゃめちゃね。リスクある人生じゃないですか。たかがなんか iPhone ぐらいのために、そんなことするのってね、馬鹿げてると思うんで。別になんか僕全然全く本当に怒りとか全くないんですけど、おまあ、情報漏れてたら困ってたんですけど、た、まあ、多分それも大丈夫そうなんで、まあ、たかが iPhone ぐらいなんでね。もちろんその今の状況で iPhone なくて相当痛いですよ。えー、とー、 僕、クレジットカードもやっぱり念のため止めたんで、クレジットカードもないしも、えっ、ー、と、例えばいつ海外に、例えばまあフィンランドなり、トルコなり行かなきゃいけない時とかに、クレジットカードもないわけだし、かなり結構きついっすよね、正直言って。だから別に盗まれて、盗まれてなんかそのやっぱりいろんなことをしなきゃいけないわけですよ。パスワード変更したりとか、新しい、えっ、ー、と、まあ、 スマホ買ったりとかで、やっぱりそれで無駄に時間も過ごしてるし、まあそういう意味ではマイナスあるんですけど、まあ全く怒りはないですね。別に僕全然成人でも全全、全員人格が優れてるわけでも全然ないんですけど、<laughs> まなんか、なんていうか、まあまあぶっちゃけどうでもいいっすよね、はっきり言って、その犯人のことは。別になんか、うん、なんていうのか、もう奥さんはなんか殴りたいとか言ってるんですけど、僕はぶっちゃけどうでもいいっすよね。なんかそん 正直言って冷たい言い方すればそんな人のことどうでもいいし、そんな人のために時間使いたくないっていうのがぶっちゃけですね。別にその人の将来もどうでもいいしって感じですよね。だって、そんなね、塗りすり、すりとかしてもね、何が得ですかって感じですけどね、自分にとってね。うん。で、ただでもそれだけじゃなくて、僕は思うには、やっぱりなんかそういうことをするには、やっぱりそれなりの理由があると思うんですよね、いろいろ。 例えば、なんか、ウズベクとか、なんか、パキスタンの人とか、なんか、そこら辺の人たちがスリをやってるっていうような見解の人が多いんですよ、ロシアは。僕はなんか,か、わか僕はだから、ウズベク系の人がやったのかどうかわかんないですよ。ロシア人の人がやったかもしれないし、わかんないですけど、まあ、奥さんが言うには、まあ、肌が浅黒かったし、そうじゃないかっていうんですけどね。で、やっぱそういった人たちの犯罪は多いらしいんですよね、やっぱり。うん、まあ、ロシア人ももちろんやってると思うんですけど、 でもなんか例えば、じゃあ、そういう人たちが、そういったウズベキシスタン人たちが犯罪をやってるなら、まあ、だから、ここら辺、ロシアに来て、不当の扱いを受けたりとか、職がなくなったりとか、キックアウトして、まあ、苦しい立場だったから、スリーを始めたっていうケースも、やっぱあると思うんですよね、結構ね、そういうのもね。だから一概になんか、なんかねの、悪だって言ってしまったら、まあ、楽ですもんね、それでね。やっぱ、そこの裏のメカニズムをちゃんと理解するのが大事だと思うんですよ。だって たかが iPhone 盗まれたぐらいですかね、正直僕はね。なんか、そういうんじゃなくて、もっとやばい被害に遭ったこともあるんですよ、ロシアで。本当に結構やばい被害に遭ったこともあるんですよ。まず冗談ならないぐらいあったんですけど、まあ、今回たかが iPhone ですからね。たかが iPhone のためにね、そんな何をリスク取ってるんだってぶっちゃけ僕思うんですけどね。ただは分かりますよ。分かりますけどね、気持ちはね。うん。 気持ち上がりますね。うん、気持ちは上がるっていうか、まあうん、追い込まれることはあるんで、ね、やっぱりね、僕もやっぱ追い込まれたことは何度もあるんでね、社会的にね、わかりますね。うんまあ、もちろん僕は一応犯罪とかしたことはないんですけどね。うんまあ、ロシアで超過滞在っていう、まあ、ビザの延期っていう、まあ、立派な犯罪を犯してたんですけど外、日本の外務省も一応犯罪者扱いされましたね、僕は。はい、日本の外務省認定犯罪者みたいな感じですけど、ね、僕は。ですね、はい。 はい、まあ、うん、そうです。だからまあ、なんて言うのかな。だから、警察もなんか、ちゃんと動いてくれないけど、まあ、警察は警察なりに事情はあるんだなと思うんですよね。やっぱり、なんかまあ、無駄な手続き主義とかに時間費用されて、本人、警察の人でも言ってたんで、なんでこんなことしなきゃいけないって言ってたんで、だからまあね、なんか難しいっすよね。やっぱり、個人をね、そこで責めてもね、何も変わらないと思うんでね、やっぱどういったシステムがいいのかっていうのを、 僕らでで考えるっていうのも大事だと思いますねでやっぱり、なんていうのかなこう、個人って無力じゃないとは僕は思うんですよ。やっぱり、言っていくって大事ですよね。そうやって表現していく、言っていくっていうのは本当に大事だなって、この国に来て僕はひひしと思いましたね。表現は力ですね、まさに。はいまあ、だからって表現の自由を乱用するのもダメだとは思うんですけども、自由には責任が付きまとうとは思うんですけど。 ただやっぱりね自分たちでやっぱり考えてどういう社会があるべきかっていうのを自分たちで作っていくって姿勢はめっちゃ大事だと思いますねはい、えー、今日はちょっとまあロシアの警察官の話でしたはいえー、と今度まあ自分たちで実際に盗まれた iPhone の、えー、デパートメントを調査してみたいと思います まあなんかあのロシア人の友人の話によると、本当に結構やばい場所らしいんで、そこは普通のなんか駅なんですけど、ちょっと行ってみないと分からないんですけど、ちょっと面白いんで、盗まれた iPhone を探索してみたいと思います、今度は,は。ではまた